三重といえばパン粉焼きです。鰹節は古事記にはすでに原型が記されていたと言われています。鰹の天白では昔ながらのいぶし法を守って大量生産にはない質の良さを目指して作り続けています。力強いパッケージのラベルも素敵です。銀宝陶器が昭和30年から作り続けている特殊耐熱陶器です。白い釉薬に貫入と呼ばれる小さなひびを入れて炭を流し込んだ土鍋や、この豚水はもはや鍋の季節の定番ですね。焼酎、日本酒、みりんの製造から始まった宮崎本店鈴鹿川の水を使ったまろやかな味の亀甲宮焼酎です。飲食店ではホッピーで割ったりカクテルのベースとして長年飲まれてきました。この色使いが綺麗なラベルは明治時代から変わらないデザインです。